ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者、井上直也、大橋、の次戦が急転直下で動き出した。現地時間6月13日、WBA は、指名挑戦権を持つムロジョン・アフマダリエフと、9月25日までに試合を行うことを命じたと正式に発表した。まさに電撃的な動きだ。昨年12月にマーロン・タパレス、フィリピン、お撃破し、 スーパーバンタム級4団体統一を果たした井上は、今年5月6日に WBC 同級1位のルイスネリ、メキシコ、OKO、OK、で撃破。その試合直後には現 IBF&WBO1 位のサムグッドマン、ゴーシュー、オリングに挙げ、次戦は9月頃、隣にいるグッドマン選手と防衛戦をしたいと宣言していた。しかし、 今年3月に試合を行っていたグッドマン陣営がコンディション調整と自国工業を優先。対戦には合意しつつも、試合開催時期を12月へ伸ばすことを希望した。これにより交渉は難航し、9月は関係を深めていた元 IBF 世界同級王者のテレンス・ジョン・ドヘニー、アイルランドとの対戦が有力視されていた。だが、今回の発表により、 すべてが変わる可能性が浮上したと言っていい。すでに両陣営に公式な文書を送ったとした WBA は、交渉期限を7月14日までとし、合意に達しなければ入札に。仮に9月25日までにアフマダリエフとの防衛戦を行わなかった場合には、井上からベルトを剥奪する可能性も示唆した。アフマダリエフにとっては願っていない好機と言える。 昨年4月にタパレスとの防衛戦に敗れ、王座から陥落していた29歳は、昨年12月に行われた WBA 世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦で、ケビン・ゴンザレス、メキシコ、お8回 TKO で撃破。試合後のリングでは俺の目標は、ベルトを奪い返すことだと叫び、再びタイトル戦線に絡む動きを見せていた。もっとも、井上陣営はかねてから、 一度、四団体統一王者になったので、大橋秀幸会長と肩書きに固執しないことを強調。待たされる気持ちもわかると王座返上の可能性を示唆することもあった。それだけに急遽命じられた WBA の意向に沿うかは興味深いところだ。果たして、ドヘニー戦を規定路線としていたモンスターは、ウズベキスタンの資格をどう迎え撃つのか。 まずは約30日間のリミットでの両陣営による交渉の行方に注目だ。